サーブ90スカンディア。サーブ90スカンディアは、スウェーデンのリンシェーピングにあるサーブで製造された、レシプロ創発旅客機である。1944年、ヨーロッパで第二次世界大戦の終結が間近に感じられるようになると、祖ブは、自社が生き残るためには、準軍事向きの事業内容から、多角化を図らねばならないことに気づいた。それゆえに、経営人はダクラス DC-3 の、 後継機として、総発の短中距離旅客機を製造する計画を実行に移すことに決定した。これは、ウルサーブ、と後に、乗用車のとなる自動車製造につながる、民生品への渡ると同じ動機であった。90スカンディアの設計は、DC-3 と非常に似通っていた。唯一の顕著な違いは、DC-3 の降着装置が、リ輪式だったのに対し、 90は前輪式だったことである。90は市場で対戦後に軍から放出された DC-3 と完全に競合し、このことが90の販売を困難なものにした。開発は1944年2月に始まり、離陸重量はおよそ1万 1600kg で、航続距離は約 1000km と仕様が決められた。サーブ90。 スカンディアは1946年11月に初飛行した。90は空冷星型のエンジンと前輪式の完全収納降着装置を装備していた。SAS、スカンジナビア航空の前身であるスウェーデンの航空会社は11機を発注した。1950年6月に形式証明がなされ、1950年10月に納入が始まったが、 テストの後で、仕様が変更になり、エンジンが担った。ブラジルの2つの航空会社、バスプとエロービアスドゥブラッシルも、合計6機を発注した。試作機は後に、ブラジルの企業家、オラブフォントーラ、オラブフォンテラのために豪華プライベート旅客機に改め、された。スカンディアの開発は、25、30名の乗客を1000、キロメートルまでの距離を運べる、航空機という、 第二次大戦後に予想される要望をもとに1944年に始まった。主な設計目標としては、が掲げられた。主翼の翼型、断面形状には、良好な失速特性を得るために、中翼型を採用した。また、以下の理由により、胴体の仮面に主翼が接する低翼配置が、採用された低翼配置は、旅客機の主流である。 主翼は3つの部分から構成されており、中央部にはエンジンマウントがついており、左右部はエンジン部のすぐ外側で中央部とボルトで結合されていた。胴体の直径は一列に4座席が配置するように決められ、この構成では32名の乗客が収容できた。幅広でより快適な座席構成として、一列に3座席を配置し、 合計24名の乗客を収容する案も提示された。試作機は 1450bhp のプラットホイット 2r-2000 エンジンを2発装備していた。量産機では 1650bhp のプラットホイット 2r-2180 エンジンに換装された。機体は方向なだけが金属製フレームにハフバリであり、それ以外は全て金属、主として、 アルミニウム合金製いった。試作機はクレイズ・スミスが操縦して1946年11月16日に20分間の初飛行をした。この機は低速で素晴らしい飛行特性を見せ110時速 115km の低速域でもあらゆる飛行策が可能であった。失速はゆっくりと発生し、また全長としての振動もちゃんと生じた。片方のエンジンが停止しても 容易に操縦できたが、これは当時の操発機としてはあまりないことであった。しかし、ある状況下では操縦桿を強い力で操作しても方向打の反応が満足いくものではなかった。エンジンの装着方法も再設計を要した。試作機は1947年の冬から翌年にかけて回収を受けるためハンガーに入ったが、 この時までに飛行時間は154時間に達していた。エンジンはプロペラブレードと地面の間隔を空けるために装着位置が上げられ、以前はテスト機材しか積まれていなかったキャビンは化粧直しを施された。1948年2月7日に試作機は飛行を再開し、主に性能テストで構成された第二段階の飛行試験が始まった。時間のテスト飛行の後、 量産機には以下の改良点が盛り込まれることになった。1947年に試作機は足早にデンマーク、オランダ、ベルギーとスイスへ訪問飛行をした。1948年5月にはオセロ経由でニューカッスルへの日帰り飛行を行った。これらの飛行では試作機はテスト機材のみを搭載していた。それまでは購入予定客がいない。 本来の販売促進飛行ではなかったので、キャビンを乗客を迎えられるように整えた上で、ヨーロッパをめぐる本当の販売促進飛行を実施することに決定した。試作機は1948年8月9日に出発し、ヨーロッパ11カ国を訪問して、SE 部下は1948年11月11日にリンシェーピングに帰ってきた。最初の中継地は、 ストックホルムで続いて、ノルウェー、オスロ、アイルランド、ダブリン、英国、プレストウィック、ガトウィック、ジャージー、デンマーク、コペンハーゲン、ベルギー、ブラッセル、オランダ、スイス、ジュネーブ、チューリッヒ、ポルトガル、リスボン、オポルト、スペイン、マドリッド、フランス、パリそして最後に、フィンランドを訪問した。総飛行時間は113時間で、 離陸回数は123回、総飛行距離は 37,200km で1,200名の乗客を運んだ。オランダでは、オランダ王室のベルンハルト王子が操縦艦を握った。あらゆる街で、スカンディアは航空会社の代表や地元新聞に歓迎されたが、販売結果には結びつかなかった。百四十八年から百四十九年にかけて、 多くの航空会社がリンシェーピングに視察に訪れた。これらの航空会社には、フレット・オールセン、アエロイ、エアロイ、スイスエア、ホマ、エリル、アルゼンチナス、アーゲンティーノス、KLM、エアサービス、エアアーサービス、サベナ、ガルーダが含まれていた。1949年8月16日に2回目の販売促進飛行を開始した。 各々お,おの400リットルの追加燃料タンク6個を搭載し s e ブカは3つの大陸を巡るツアーを開始した。これはこの木の姿がスウェーデンで見られた最後であった。ツアーの最初はパリへ行きそこで追加燃料タンクを外し8月23日に s e ブカは、アジス・アベイバ・エチオピアに到着した。翌日皇帝ハイレセラシエが 販売促進ツアーに同行した。今回のツアーには、当時エチオピア空軍のコンサルタントをしていた、カールグスタフ・フォンローゼンも参加した。アテネ、カイロ、ポートスーダン、ルクソールも途中で訪問した。このツアーでは、摂氏50度という厳しい温度条件、高温では、空気密度が下がりエンジン出力が低下するも、経験したがきには、何の問題もなかった。 気がパリに戻った時に追加燃料タンクが再び取り付けられた。9月4日に SE 部下はプラットホイットニー社の本拠地であるコネチカット州のハートフォードに向けてパリを出発した。途中グリーンランド、アイスランド、プレストウイックを経由して3日がかりでハートフォードに到着した。そこでは追加燃料タンクが外され再度内装が取り付けられた。全米をる 大規模な販売促進プログラムが組まれ、ニューヨーク、ワシントン、シカゴ、マイアミ、ロサンゼルス、ヒューストンに降り立った。ロサンゼルスでは、ハワード・ヒューズがスカンディアの操縦官を握り、その設計を称賛した。9月14日にスカンディアはハートフォードに戻ってきた。5機のスカンディアが墜落事故で失われた。うち3機が致命的事故で、 計64名が犠牲となった。日付、1958年12月30日場所、グアナバラ湾、リオデジャネイロ、ブラジル航空会社、バスプ航空路、リオデジャネイロサンパウロ登録番号、PP ス K 製造番号、90.103、犠牲者、21搭乗者、37概要、サーブ機は、リオデジャネイロを離陸し、上昇中に、 高度50メートルで第一エンジンが停止した。操縦士は左に90度旋回し、約500メートル直進した地点でさらに左旋回を始めた。この旋回中に機体は失速し海に墜落した。想定される原因、事故は操縦士の飛行中の不適切な操作によるものに起因。日付、1959年9月23日時刻。 18時40分場所、サンパウロ、ブラジル航空会社、バスプ航空路、サンパウロリオデジャネイロ登録番号、PPS9 v 製造番号、90.106未成者、20搭乗者、20外用、サーブ機は、サンパウロを離陸後十分な行動を取らず、1分30秒後に、サンパウロ郊外に墜落した。想定される原因、事故原因は特定できず、 日付、1960年8月15日場所、サンパウロ、ブラジル航空会社、バスプ航空路、サンパウロウベルランディア、MG 登録番号、PPSQS 製造番号、90.113犠牲者、例登場者、不明概要、サンパウロからウベルランディアへの飛行中に、全部荷物室から火災が発生。操縦士が、 侵入した煙がすでに視界が悪いフライトデッキの視界をさらに悪化させると考えたため消火器は使用されかった。サンパウロのビラコポス、サウパウロバイリカと空港の10番滑走路へ緊急着陸が決行されたが、機体はオーバーランして工事中の滑走路にまで侵入した。想定される原因、1全部荷物室からの火災に操縦士の滑走路の 長さのご判断3遅すぎたブレーキとプロペラの逆ピッチ4不適当な滑走路面。日付、1962年11月26日時刻、12時9分場所、パライブナ近郊、ブラジル航空会社、バスプ航空路、サンパウロリオデジャネイロ登録番号、PPSR 製造番号、90.107、犠牲者、23搭乗者、23が用。 サーブ機は11時44分 GMT に軽機飛行方式でリオデジャネイロを離陸した。最後の一報告は12時3分にサンジョゼ・ドス・カンポス、サウ・ホゼ・ドス・カンポスの真横からであった。PTBRQ は11時11分 GMT に有志会飛行方式でリオデジャネイロ・サントス・デュモン空港からマルテ、マルテに向けて離陸した。両機は同じ航空路。 エアウェイ AB-6 を対面で飛行しており、高度2400メートルで衝突し墜落した。衝突事故の後、航空情報が出され、AB-6 航空路での有識会飛行方式は禁止された。想定される原因、双方の操縦士の他の航空機に対する適切な監視の継続の欠如。日付、1964年3月8日、場所。 ロンドリーナ空港、PR 航空会社、バスプ航空路、訓練飛行登録番号、PP スキー製造番号、90.110、犠牲者、0搭乗者、4概要、荒い着陸、墜落事故情報元。 h t t p a v i a t i o n s a f e t y n e t a n t h t t p w w w p l a n e c r a s h i n f o c o m スウェーデン空軍はサーブの向上に空軍用のサーブ29トゥンラン戦闘規制参与への傾注を強く必要に迫り このことが、スカンディアのスウェーデンでのプロジェクトの終了となった。残りの生産は、オランダのフォッカー社で行われた。総計わずか18機が製造された。SAS で就航した全機が、結局1957年に、バスプに買い取られた。90バイトと呼ばれるより大型で余圧キャビンのモデルが、計画されたが、製造はされなかった。 90スカンディアの最後の飛行は1969年7月22日だった。唯一の90スカンディア PPSQR がブラジルのベベドーロ、ベベドーロの博物館の外に展示されている。欠品もなく完全な状態だと言われているが、保存状態は非常に悪い。サーブは百八十七年の同社の五十周年記念のためにこれを買い取ろうとしたが、 持ち主が提示した価格がサーブにとってはあまりに高額であったために実現しなかった。PPSQR の写真 http://fesa.be/.pp-sqr.html <ー>。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。